事業の軸足がサプライヤー業から技術メーカーへと変わりつつあり、これまでの町工場からパブリックカンパニーへと体制や社内の雰囲気も変わりつつあります。これからも引き続き製膜技術のリーディングカンパニーとして独自の地位を確立してまいります。本社は新横浜にございます。 R&D センターは横浜にございます。生産拠点としては茨城に2拠点、宮の里工場、金砂工場、そして中国には蘇州に工場がございます。独創的なプロセス技術、斬新なデザイン、そして長年培った加工技術、これを原動力として日々開発を進めております。ミスがもしもあったとしても一人でも解決するんじゃなくて、こういう風にやった方がいいよとかアドバイスをもらって他の人と協力しながら解決するように心がけてます。どうしても一人では作業しきれない部分だったりとかそういうものがありますので、周りの方たちのサポートもありきで一人では成り立たないと思っているので、いろんな人たちとコミュニケーションを取るようには心がけていますね。こういう加工方法で考えてるんですけどいいですかねって、まあ提案してる時とか、一つの製品作るのにもやっぱ自分一人でやってるわけじゃなくて、もともとは全く知識ゼロで入社したんですけど、やっぱり先輩方たちのですねアドバイスによって活躍できますので、そういった面では非常にいい職場だと思っております。メイドインジャパンであること、これの継続性というのは非常に難しい。その中でもですね、やはり我々がこれからマインドとして掴んでおかなければいけないこととしてはですね、やはり作る力というところよりはむしろ生む力というところに考え方をシフトしていかなければいけないのかなと考えております。どちらかというとメイドインラムテックという考え方ですね、社員一人一人がそれを自負できるようにですね頑張っていただきたいと思います。